1956年のインディ500は1956年5月30日に開催された。1956年の F1 世界選手権に第3戦として組み込まれて開催された。アメリカ自動車協会は1955年8月にレース統括から撤退したため、1956年のインディ500は初のアメリカ合衆国自動車クラブ統括レースとなった。 また、コースはメインストレッチの約600ヤードがレンガ舗装のまま残された以外はアスファルト舗装に改められた。1956年のレースはインディ500の歴史上、ケーグルの軌跡として伝説になっている。降り続いた豪雨によりコースは水浸しになり、アクセストンネルも水没したほか、フィールドは泥沼と化していたため、レースは延期あるいは中止になる恐れがあった。 これに対し、コース管理者であったクラレンス・ケーグルは、職員総出で48時間ぶっ続けの復旧作業にあたり、何十万ガロンもの水をトンネル及びフィールドから、汲み出した。一部の職員は徹夜で作業して、復旧作業を、レース当日朝の朝に間に合わせた。レースを制したのはパットフラハティで、彼は T シャツ姿で、インディ500に勝った最後のドライバーとなった。 以降の優勝ドライバーは、何年製のドライバースーツを着用している。ありがとうございます。